ビクトリア大学ウェリントンはニュージーランド首都ウェリントンに所在する大学である。ニュージーランド国内ではビクトリア大学ビクトリアの名で呼ばれている。日本語ではビクトリア大学ビクトリア大学ウェリントン校と表記されることもある。1897年にニュージーランド大学ビクトリアカレッジとして創立される。正式名称はビクトリア大学オブウェリントン。 イギリス女王、ビクトリアの名前に由来する。ニュージーランド北島、ウェリントン市に位置する大学であり、伝統的に法律学、行政学、芸術学、音楽学の領域から多くの人材を輩出している名門大学。マッセイ大学と併設して、ニュージーランド音楽学校を設置している。 また、ニュージーランド首相や総督を輩出していることや2000年にノーベル化学賞を受賞したアラン・マクダヤミットが在籍していたことなどから、ニュージーランド国内での評価は高い。2005年1月1日付で、ウェリントン教育大学を統合し、ビクトリア大学ウェリントン教育学部として新たに発足した。現在は、ウェリントン市内に4つの校舎を持つ。学長は、 栄養学者のグラント・ギル・フォード。ビクトリア大学は、数多くの大学と提携を持ち、学生、教職員間での交流関係の向上、それぞれの研究、教育分野での国際的学術研究の向上を目的とし、学術機関同士の協力と提携を積極的に行っている。また北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、中南米などを含む広い範囲から、 交換留学生を受け入れており、日本では国際教養大学、同志社大学、学習院大学、明治学院大学、関西大学、東京外国語大学、大阪大学、立命館大学、立教大学、早稲田大学などの学術機関がある。現在、ビクトリア大学は7つの学部からなり、建築、デザイン学部、人文、社会科学学部、法学部、 理学部、工学部、教育学部、経営、小学部がある。ケルバーンキャンパスピピテアキャンパス放課大学院2005年度、卒業式。ありがとうございます。